府中市。府中市は、広島県の南東部に位置する市である。ビンゴ都市県を構成する市の一つであり、広島県福山市のベッドタウンの色彩が強い。府中は、国府所在地を表す、一般名詞で日本各地にあり、東京都には、同一地名の府中市、武蔵府中が、広島県内にも秋雲府中町、秋府中が存在する。 広島県府中市は、ビンゴ国の府中であり、他の府中と区別するために、ビンゴ府中とも呼ばれることもある。また県内では、一般的には、府中市と府中町で呼び分けられている。盆地を形成する地域を、一級河川芦田川が、貫流する。中心市街地は隣接の福山市新市町と、完全に連続して集積しているが、旧上下町地区は、 他の地区とは孤立している。府中市の地に、大化の改新以後、律令時代に、貧乏国の国府が置かれたとする説がありそれに由来する。同じ名称の市が、複数存在する例は、1955年、昭和30年1月1日から2005年、平成17年12月31日までの間は、府中市が全国で唯一であった。詳細は、 広島県議会を参照。詳細は、広島県第6区を参照。主な組織2019年、平成31年4月1日時点。小中一貫教育を全市で推進しており、学習指導要領に基づく9年間を見通したカリキュラムを編成している。初等、中等教育機関は、小中一体系二学園、府中学園、府中明教学園、 小中平洋型一学園、不南学園及び小中連携型一学園、上下学園の四学園体制となっている。1970年代より、同和団体による教育への過剰な干渉が広島県で問題となった。府中市は、福山市や足名郡、瀬良郡などと共に、それらの問題が激化った地区である。 国会で問題視され文部省による是正措置が行われた後は解消しつつある。以下は市内の教育機関のリストである。内陸工業都市であり、ビンゴ都市圏の一翼を担っている。地場産業としての家具作りには、江戸時代からの伝統があり、府中家具として知られる。特に府中タンスは霧の高級家具とされている。また、府中味その産地となっている。 他は、寮尾、北川鉄工所、広坊などが当地を発祥とし当地に本社を置く、企業も複数ある。また、青山商事、ハローズ、ジーウックの発祥地である。府中は、福山城下郊外の主工業地域であった。特に、綿作、加工が盛んで、市村に、福山藩の木め運場所が置かれていた。明治大正期にかけ、タバコ製造業、 織物製造業、線量工業及び家具製造業が高しし、内陸工業都市への発展につながった。製造業が盛んで、特に非鉄金属台カスト製品、ミーハナイト中鉄製品、府中タンス、ラジコンヘリコプター、プリント配線万用大型真空プレス、テルペン樹脂、切り材取扱やつ回答では、シェア全国トップクラスの企業が存在する。また、 福山市新市町と同様、ビンゴガスリから始まる繊維工業も盛んで、ユニフォーム、ワーキング、カジュアルウェアのデザイン開発などを扱う企業も集積している。明治中期以降、製造が盛んになったタンスなどの差し物、こと、下駄などの製作には切り材が利用され、部材を順に取っていく一種のコンビナートが結成された。 JA 府中総合病院があったが、JA の経営撤退により2012年により、地方独立行政法人府中市病院機構府中、市民病院と解消となる。また上下町との合併により、国保上下病院が府中北市民病院に組織、変更されているが、医師不足のために、単独での診療ができなくなり、府中市民病院と一体で医師の派遣を受けて、 診療体制を維持している。その府中北市民病院も、精神科の病棟廃止、出産の受け入れ中止、眼科、自鼻科、小児科、外科、精神科の上近医の退職など、診療体制の縮小が続いている。他にも市内に入院可能な病院が存在するが、2011年に北川病院が組織以上を経て診療所になるなどして入院可能な施設数も減少している。 内陸部における産業集積地であった府中では、1899年、明治32年に、ビンゴ銀行が開業し、足名郡府中町に本店が置かれた。設立当時の資本金20万円払い込み準備金5万円の内半額は、上下町側が負担たとされる。その後、昭和恐慌の影響を受け、1934年、昭和9年に、ゲイソ内銀行、現、 広島銀行の前身に、九州合併され解散した。高度経済成長期からバブル期、特に1970年中頃から1980年中頃に、多くの橋梁が建設された。市内を流れる足田川には、幅の狭い橋や老朽化した橋が多く、特に交通事故の多発する大庭橋の架け替え工事は、府中南北道路の整備とともに、至急の課題とされている。 市内には沈下橋も、わずかに残存しているが、2018年、平成30年西日本豪雨により損壊施行、できなくなった、落合大橋と敷谷橋の二橋について、府中市が2020年度以降撤去する方針を、固めた。市外局番は0847、府中 MA、市内局番40から69となっている。同一市外局番のセラ町など、鉱山 MA、 市内局番20から39及び人赤高原町登場 MA 市内局番80から99は MA が異なる隣接区域ため市外局番が必要である郵便物の周廃は以下の坪根が行っている2006年10月16日の再編に伴い変更された以下は府中市内及び旧上下町の出身有名人のみを 記載しており、50音順で掲載している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。